可愛い女の子にだけ優しい男の先生、ダンスから嫌われがち。どうも、ちはやです。マリオメーカー2やっていきたいと思います。ひいきする先生いるよね。結構いるよね。そういう先生大っ嫌いだったな。これ何なんだろうね。嫉妬なのか、嫉妬で嫌いなのか、そのひいきっていう行動そのものが嫌いなのか。当時そのひいきっていう言葉をちゃんと理解できてなかったけど、みんなでひいきひいき言いまくってた気がする。あの先生マジひいきするよなみたいな、何々ちゃんにだけ優しくねみたいな、よう言ってた気します。2月のキノピオお疲れ様でした。3月はキノピコで頑張りたいと思います。スノーウィーメドーズやっていきたいと思います。メドーってなんだっけな、あれだ、猫クッパだったかな、確か猫クッパの。うわっ、危ねえ、今つららに当たったと思った。うわ、帰ってきやがった、危ねえ。激しいな、初っ端から。やっほー、アイテムがない。そうか、ほい、なんだろうこのびっくりボックス、ほい、土管入りますよ的な。上のやついらんくね。上のやつ全くいらんくね。さあ、土管入ってきます。イチャップとかキノコとかその系統が、そうよな、手に入ると思ってますわ。まだ上に行ける、まだ上に行けるよ。おー、ラッキーステ的なところに着いた。はい、取れるコイン取っとくか。あれ、てっきりドアとドアがつながってて正規のところ行くんだと思ったら違ったわ。ファイトって書いてあるな。なんかと戦うのか。もう一回ドア入ります。なんか敵でもいんのかな。はい、あー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 あああ、落ち着いて落ち着いて、あーあーあー、落ち着いて落ち着いて、 OK。 さあ、赤ドッグ入っていく。ワープボックス、いやー、ちょっと待って、危ねえ。いや、てかあんま進んでねえ。時間潰しただけになっちゃったな。 OK、 下の情報しっかり確認してから行く。つららが足場になっていい感じ。はい、やべ、調子こきました。もうキノコないからな、丁寧に行くしかないね。これはキノコ欲しい、こうかな。おー、ゴールだ、よかった、お疲れー。高評価チャレンジ、人気ランキングとても難しい第1位のコース、 CK's Crazy Jumps 25。17万回遊ばれてますね。クリア率 1.8%。 そうですね、6回以内にクリアしたら高評価、2回以内にクリアしたらチャンネル登録お願いいたします。クレイジージャンプ、クレイジージャンプ、狂ったジャンプ、狂った跳躍、狂った跳躍いきたいと思います。25コース目なんだね。なるほど、トゲがガリガリがやらしい作りになってる。流れでいかなきゃいけない時の方が多いだろうからな。丁寧に丁寧に行くしかないよね。いい調整入ってるよ。いやー、やっぱキノピコね、疲れてないはずなんだよね。3ヶ月休んでるわけで、休養はバッチリなはずなんです。ここだっけやられたの、今んとこだったよな、多分ちくわか、あ、ちくわだな。あぶねえ、これ色付きの音符だったらあれなのよな、死ぬのよな。よし、一面突破ってとこかな。帰ってくるのかな、帰ってくるっぽいな。よし、行こう、ぐるっと回ってくる感じよね。ちょっと上の情報しっかり見て飛ばないと。ここにいれば死なない。うわ、ぶね、あー、さあからの最高、ここ集中、ちょっと無の呼吸1の方使います。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、さすが無の呼吸1の方。 OK、 クリアかな。右か左か、ん、なんか書いてあるな、 CK ジャンプス、多分どっちもクリアだと思うけどな。やったー、素晴らしい、素晴らしい集中力を見せました。キノピコさんに拍手。山だった。
まだあった。ちょっと待って。なるほど。音符切り替えて、やらしいな。真ん中ガリガリとガリガリの真ん中でジャンプだな。まあ、ここも地味に、やらしい。やらしい。オッケー。お、ここ、オッケー。ふぅ、やった。チャンネル登録チャレンジ成功。シーソーだらけっていうコース遊んでいきたいと思います。これなかなか絶望じゃない？でも難しいのかな？どうなんだろうね。フルオブシーソーズ。画面いっぱいにシーソーでしたね。サムネが。シーソーの扱いって結構難しいと思ってて。あんまりこういうギミック遊んだことなくて実は。結構苦戦しそうなイメージがあります。シーソー扱うのってバトルコースの時くらいかな俺。いや、こんなことになると思った。そうよな。むずくねこれ。どうやっていくのこれ。あ、いけた。進めた。こんな感じだ。おー、いけたいけた。これでゆっくりゆっくり進んでいくんだね。すごいすごい。こっち行ったりとかしたらいいんじゃない？どう？で、一回上に上げさせてから、また下下げて。おお、いけた、進めた、進めた。こんないかがすか。おお。で、行きたいのこっちかな。トゲが嫌だもんね。いや、この手のコースは遊んだことないな。マリオメーカー2発売されてから、うん。ないと思う。すごい斬新、自分の中で。面白い、これ。こう行って、こう行って。これバトルコースになったらきついね。こうなってこう。よーっしゃー、一面突破。これみんなでバトルでやったら楽しそうだな。はい、中間。なるほど、敵が降ってきますよって感じになってくのか。これもまた、いいね。いいね。いいね。このコースの弱点をついていこう。ほっ。多分右が弱い、非常に。あべ。思った通り。危ねえ。オッケー。クリボー厄介だけどね、右行っちゃえば。これなんでしょう。あ、逆だ。でもこれでも1アップ取れんじゃない。あ、無理か。無事クリアできました。ありがとうございます。面白かった。いいコースだったな。これやってみようかなって。一度止まったら即終了。ノンストップ1-1。いや、止まったって死ぬことはないよなと思ってさ。どういうことなんだろうな。ということで一回何も押さないでみた。あ、時間の問題か。なんなら短縮もしていこうか。お、なるほど。ズルはできませんよと。了解。若干若干短縮していこう。しまった。あー、しまった。あー、しまった。あー、しまった。うわー、なるほど。ゴールの位置を調整したのか。1の1なのに難しい。それが面白いんだよね。なんとなくマリオ知らないって方多分いないと思うからさ。まあ1の1がなんだか分かんない人はいるかもしれないけど、このごくごく普通なコースがめちゃめちゃ難しいっていうのがいいよね。さあ、どうだ。よし、オッケー。やっぱ鬼門は階段のとこよな。50秒スピードラン、簡単、やっていきたいと思います。多分簡単じゃないから、クリアされてないんだよな。最高。こっちに流れ、こっちに鳥居の、ここ3段ジャーンプなんだね。はいよ、からの、こっち、え、こっち。いやー、あれ、当たれてなかった。はい、これは、時間が間に合わないか。はい、はい、からの、土管に入り。なるほど、減速しないと当たるようになってるんだな。せーの。なあ、2周すんのか。そうよな、ここも3段ジャンプよな。間違えた。いや、こうでいいんだ。オッケー、新たなところを
いや、初見ゴロス。ありがとうございます。ほっ、よし、オッケー。どうや、ゴールなんじゃないか。このドアに入ったらゴールなんじゃないんか。どうだ、よし、オッケー。きつかった。これも難しかったな。